パリ五輪の柔道競技では、男女とも日本人選手の名前がメダル獲得候補に挙げられている。そして、日本の前にライバルとして立ちはだかるのが、開催国フランスだ。五輪では毎回、各階級で実力者を揃え、東京では混合団体戦で日本を下し初代金メダルに輝いた。画像、日本一可愛い柔道家、無敵の女王、 アベウタの厳選ショットをお届け。男子では今回も 100kg 超級でテディリネールが出場する。これが5度目の五輪となるリネールは2012年のロンドン、2016年のリオで五輪連覇を達成。3年前の東京では銅メダルに終わったものの、昨年の世界選手権を制しており、パリでも金メダル候補の筆頭に位置づけられている。 そのリネールをはじめとする今大会の有力選手が、米 NBC のパリゴリン特集サイトで紹介されている。自国開催での期待を背負う選手をフォーカスするトピックとなっており、同メディアは、開催国の柔道家が、自国で戦うプレッシャーにどう対処するかが重要なストーリーとなるだろうと展望。 その上で、リネールについて、柔道界でテディ・リネールほど伝説的な選手はいないと評しているほか、今大会では、両子谷、谷両子を抜いて男女を問わず、柔道家としてオリンピック最多メダル、6個を狙っていると指摘する。加えて同メディアは、史上最高の柔道家と広く考えられているリネールは、 母国フランスでオリンピックに別れを告げることになるだろうと今回が最後の五輪になるものと見通している。またトピックでは、前回の東京大会で自国の期待に応える活躍を見せた日本人選手として、男子66キロ級の安倍一文女子52キロ級の安倍歌の両選手も紹介している。兄弟揃って金メダルを獲得した東京大会のパフォーマンスには、 ハリウッドの脚本に出てくるような歴史を東京で作ったと振り返っており、続けて彼らは同じ日に同じスポーツで同じオリンピックの中で個人金メダルを獲得した最初の兄弟となったと称賛。同メディアは二人ともオリンピックタイトルの防衛を目指しており、史上初の兄弟連続ダブル制覇を達成する可能性もあるとして五輪連覇への見込みを示した。 トピックでは他にも母国で連続金メダルを目指す女子 63kg 級のクラリス・アグ・ベニューも紹介されている。やはり今大会も多くの階級で日本、フランスがメダル争いに加わってくることは間違いなさそうだ。